みください。トランペット持ってますけど、これちょっと持てる？トランペット代わりに一瞬僕が持ってあげようか。はい、じゃあ、はい、じゃあここですね、赤い丸からこのストップっていうところから、はい、張り切ってよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、藤波中学校吹奏楽部です。私たちは毎年日本の伝統文化をテーマにし、今年は和太鼓に挑戦してみました。私たちが住む対馬市は太鼓作りでも有名で、900年以上の歴史を持つそうです。今日はその和太鼓をメインに、日本の四季折々の情景をマーチングで表してみました。では藤波マーチングの始まりです。笑顔いっぱいの藤娘たちが送る演奏演技をお楽しみください。キャプテンありがとうございます。はい、では準備お願いしますね。急に出てきて呼んでもらって構えへんって素晴らしいですね。僕なんか家で何回練習しても構うんですけども。さあ、それでは改めてご紹介しましょう。演技タイトルはミコドリームパート3、月読みの笛第3章、久方の光のの敵春の日。どうぞ。
藤浪中学校吹奏楽部の皆さんでした。改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。そしてインタビューに答えていただいた吉田優衣さん。